3分3ラウンドアンダー66キロ契約です。19歳クロード対しては29歳加藤俊、お互い初白星を狙いますが、特に加藤はデビュー戦です。176センチ、クロードの方は174センチ。はい、一応すいません、お願いします。3分3ラウンドスリーノックダウンね。今中央でフェイストゥーフェイス、鋭い眼差しクロード、画面の左側です。ブレイクを待たないように、いい、はい、クロード出して、対して右、青いグローブの加藤俊。この戦いから名古屋クラッシュスタートです。今ゴングが鳴らされました。名古屋国際会議場、エローキックからお互い入っていきます。左の、はい、赤いグローブのクロードです。そしてパンチ、ワンツースリーとつなげていきます。さて中村さん、はい、この2人今年3月アマチュアの大会で対決しているそうですね。そうですね、その時はクロード選手の方が勝ってるんですけど、やっぱりね、こうプロのリングクロード選手試合経験してますし、やっぱりそういったところのちょっと差というか出てますよね。ちょっと、はい、加藤選手ちょっとまだ動きがバタついてるんで、もう一回ちょっと落ち着きたいですね。しかしここを一つサウスポーのクロード、はい、チャンスとは見ているようですね。はい、うまくパンチ上に振って、左のミドルだったりの奥足のローキックとか、ああいうふうに攻撃散らしていくのはすごくいいですね。大会実行委員長佐藤義弘さんの弟弟子、赤いグローブのクロードです。それに対してプレッシャーをかけて一旦距離を取ってというのが加藤、前に出て右のローキック、左ミドルはクロードです。中村さん、このミドルキックなども、はい、これ攻撃の起点にクロードなりそうですね。そうですね、加藤選手が前に出てくるところに前蹴り左ミドルをしっかり当てて、そこからの左のストレートがこうよく当たっているので、この蹴りを大事にしながらパンチにつなげたいですね。左ミドルには左のジャブを加藤が合わせてきます。加藤は右ミドル、そしてパンチという攻防。あーちょっと、あー詳しい、これはどうだ、タイムストップ、ローブローとなっています。中村さん、その奥足の蹴りですよね、その位置、はい、ちょっとこれずれたかなというところありますね。まあ、ただちょっとローブローの前のローキックがちょっと嫌がったような素振りもあったんで、ちょっと足のダメージが心配されるところではありますね。はい、確かにその有効打自体もありましたよね。はい、いや、しかしそれを見せまいと加藤が前に出てきます。加藤はパンチ、そして膝で KO を狙います。そしてリベンジとコメントしています。回転したところに拳から左ミドル、クロードが詰めていく。まあ、やっぱりクロード選手はだいたい蹴りをこうスウェーでかわしてるので、まあ、見えてますよね、しっかり攻撃が。そうですね、はい、そしてそのテクニカルな攻防、奥足への左ローキックも忘れず、さらに右のパンチから左、はい、多少中村さん、クロードは体の軸がぶれてもそれでも前へと、ね、はい、まあね、奥足のローキックといえばね、現役時代の佐藤義弘さんのね、まあ、構えはね、クロード選手と違いますけど、得意技の一つでしたからね。いや、様々に伝授されている可能性の高いクロードです。そして佐藤さんにお話伺ったんですけれども、中村さん、はい、そのデビュー戦では、ああ、これローブローとなりました。タイムストップです。クロードですね、デビュー戦、前回は逆転ができたのに、はい、そこでさらに攻撃することがなかなかできなかったというふうに佐藤さんお話をしていました。そうですね、まあ、やっぱりデビュー戦でね、そういったちょっとこう悔しい思いをしたということをこう踏まえて、今回の試合でね、それをこう払拭できるかっていうところも試されてるんじゃないですかね。とにかくアグレッシブさ、この試合では一番見せたいというのがクロードです。右をリードジャブに左のミドルキック、ローブローは2回このラウンド中ありました。加藤の方も突破口を見つけ出したいところですね。そうですね、加藤選手も今みたいにこう、ね、右 の, ミドル蹴って前に出ていくといいと思いますけどね。はい、左の前蹴りからここは一つ空振りしました。それを機会とクロード前進。ラウンド2アンダー66キロ契約第2ラウンドです。左ローからは青いグローブの加藤、
29歳のプロデビュー戦です。アマチュアではクロードに敗れています。多少食らっても前へということか。加藤ワンツーのパンチから左、あ、中村さんもこれガードがあってもこれ腕のあたり蹴っていくんですね、クロード。そうですね、あとやっぱりこう加藤選手が前に出てくるとしっかりこうバックステップして距離取って、うん、踏み込んで攻撃当ててっていう、こう加藤選手前に出てるんですけどなかなかちょっとあのクロード選手の動きにこうついていけてないと、逆にクロード選手がうまくあの攻撃してますよね。あ、これもそうですね、はい、そして左ちょっとバランスを崩したか加藤です。ボディ、はい、あ、ストレート、これもいい、詰めて膝、ちょっと今効きましたね、ボディ。中村さん、チャンスが来ましたね、クロード。そうですね、はい、それでも前に出て右ハイ、加藤も打ち合いの中に光を見出すか。ローブローには気をつけながらという展開です。クロード、左ミドル、今ここというところでダウンを奪いたいのがクロード、盛り返したい加藤。あ、でも中村さん、それでも加藤も前進してきますね、はい、そうですね、加藤選手もあの、ね、ガードしっかり上げてあの右の蹴りでまず前に出ていきたいですね、はい、また前蹴り、クロードが距離を取って右に回ってきます。左のミドル、肘から破壊してくる3連打。やっぱこうやって、ね、どんどんミドル蹴っていけばクロード選手リズム出てきますからね。あ、今そうですね、この後につなげたいですね、攻撃を。お、さらに左のミドルで、それでも右のローで加藤、ミドルキックのレンジはクロードでしょうか。左ストレートとかも入るんじゃないですか、狙えば何発かこのラウンド有効でありますよね、はい、あの左ミドル序盤で、ね、あの左ミドルフェイントにした、ね、左ストレートとか良、はい、かったですね。ボディの打ち上げとかも良かったんで、あれをねまたここで使えればいいんじゃないですかね。これ基本のトレーニング、いや、 やってきたことを全部出したいというモーションでしょうか。クロードの左ミドルキックです。さらに右に回る、動いて動いて右前蹴り、左の前蹴りで加藤、赤コーナーからは回り込んで、中村さん、右ローもという声聞こえますね、はい、サイドに回ってからの攻撃っていう指示だと思うんですけどね。右ミドルは左のミドルでクロードを返す。ならばと加藤、パンチの打ち合い、左ストレート、ダウンを奪った、クロードダウンを奪っています。背中をマットにべったりつけてから立ち上がれるか加藤、苦しくなった、なんとかファイティングポーズを取っています。さあチャンスです、時間は少ないんですが、左ミドルから左のパンチ、これどうだ。あ、ストップですね。ストップとなりました、クロード